こんにちは、綾乃です。皆様ご機嫌いかがでしょうか。私が今住んでいる瀬戸内海の小さな島はもう夏ですね。日差しもすごい強いし、30度ぐらいあるのかな。もうしばらく、あと2、3、週末ぐらいからか、また天気がね、崩れて少し曇りがちになっていくようですけれども、皆様がね、お住まいのあたりはいかがでしょうか。割とね、最近こうちょっとインスタライブをね、でこう皆さんとこう交流したり、コメントでやり取りをしたりしたものをね、アップすることが多いんですけど、今日は落ち着いてちょっと YouTube もね、こうやって、録画をしたものをアップロードしていきたいと思います。まずは、こっち YouTube でお知らせしたかな。実は今月から、過去生に、コンタクトする、コンタクトって変ですね。過去生をね、巡る、そういったセッションを始めました。実際、受けてくださった方の、ご感想をですね、いただいたので、それを、インスタの方にね、アップしてますので、ご興味のある方は、ぜひ、そのインスタも見ていただきたいんですけれども、何人かね、今月初めて、その過去生を巡る旅っていうかね、そのクライアントの方と一緒に過去生を見に行ったんですけど、やっぱね、統合っていうキーワードがすごくこう来るんですよね。どういうことかっていうと、自分のね、過去ですよ。もう一人の自分のような、もう分身っていうかさ、そんな存在だと思うんですよね。過去に生きていた自分に会いに行くっていうかさ。で、そういうのってさ、なんで統合ってキーワードになるかっていうと、そういったさ、自分の、なんかちょっと落っことしてきちゃったりとかさ、見失っちゃったパーツをさ、こう集めてね、で、こう自分がこう満ちてくるっていうか、一つになってくる感覚っていうかさ、あ、そうか、こういう感情があったんだなとかさ、こういう経験がこうあったんだなとか、いろんなこう自分が忘れていたこととかさ、こうちょっと置いてきぼりにしていたね、出来事なんかをこう改めてこう見たりさ、携えることによって、それがこう自分のものとなって一つになっていくっていうのが、まさしくこう統合だなっていうふうに思いますね。で、なんつったらいいかな、微妙なラインだなっていつも思うのは、その今のね、自分自身の、例えばこういう癖がある、こういう、例えば人間で対人恐怖症ですとかさ、わかんないけど、そういうさ、自分が今抱えてる問題をね、今の自分として解決するっていうことを諦めてしまって、過去に何か原因があるんじゃないかって、で、その過去性を見て、その原因が何らかね、トラウマのきっかけになる因子をね、見つければ今の自分が解放されるんじゃないかっていうね、そういった淡い期待ですよね。実際ね、なくはないですよ。なくはない。今の自分ではどうしても外せないようなさ、ロックみたいなのがね、あるから、なくはないんだけど、やっぱりね、エネルギーは意図に従って、私も本当散々何度も言ってますけど、エネルギーっていうかさ、その力っていうかさ、なんていうのかな、自分がこう動かしていく、現実を動かしていく時のそういうパワーみたいなものって、やっぱ自分の意図、思いにやっぱ従ってるんですよね。だから、例えば同じように過去性をね、見に行くのでも、アトラクションとしてね、なんか見たいとかっていうんだったら、知って楽しくて終わりなんですよ。で、現実は大して何も変わらないんです。そうじゃなくて、必ずゲートキーパーっていうね、場所を迎えて、私は先生っていうか宣言をしてもらうんですけど、今の自分がよりよく生きたいとかさ、こんな風な思い描いてる現実を作っていきたいとかさ、なんかこう、よりね、今の自分の現実をしっかり見つめて、こういう風になりたい、こんな風な思いがあります、そのために今必要な過去の自分と対話をしたいです、みたいな感じで、今のね、パーソナリティですね、この自分自我、自分っていうものにとっての明確な意思や意図、それもその未来に対してポジティブであったりとか、喜びであったりとか、創造的であったりとかね、そういうふうな、
方向に向かっていくエネルギーですね。そういうふうなものを意図して、セッションに臨んでいるからこそ、こんなに毎回うわーっていうね、感動を受けるんだなと思いましたね。で、まあ、ちょっと時間も結構かけてじっくりやってるんで、そんなにね、一日何人もお受けできるようなセッションではないんですけれども、今月はあと数日空きがあったかな。なので、例えばちょっと、なぜ日にちっていうの、何日間空いてたか全然覚えてないんですけど、例えば5日間空いてたとしたら、1人ね、そのうち1人この日に入ったら、もうこの日クローズにしちゃいますから、私何人もできないんです。すごく集中力もいるし、やっぱり私も、すごく向き合うんですよね。で、ありとあらゆるものを注ぐんで、そういったわけで、あ、まだ何日間空いてるななんて思って、どうしようかなと思ってるうちにあっという間に埋まってしまうということがあると思いますので、そこだけちょっとご了承いただきたいです。あとは、なんかあるかな、過去性ヒーリングね。まあ、ウェブサイトに、リンクをね、概要欄に貼っておきますけど、ウェブサイトにもこうちょっと書き起こしたね、メッセージなんかも載せてますので、それ見ていただけたら嬉しいなと思います。はい。あとはそうだな、一番はやっぱりね、何がいいって、過去の自分と話をできるんですよ。だから自分と、例えばチャネリングセッションでハイヤーセルフと対話するみたいなもんですよ。自分自身なんだけど、ちょっと設定がね、まあ、今回は時空が歪んでますけど、な感じで私を通した過去の自分と話をするんですよね。で、そこで得るものってめちゃめちゃ大きいんですよね。で、腑に落ちたり、あ、そうだよねっていうふうに共感、共鳴するっていうのかな。心が震えるっていうのはやっぱり、ハイヤーセルフと同様、自分自身だからより強いっていうね、それがね、このセッションの醍醐味なんじゃないかなというふうに思っています。はい。なんで、ぜひよかったら見てください。続きまして、つい数日前かな、先週、いつだっけな、ちょっと、まあ、割と最近ですよ。ユニバーサンドのミーティングをしてた時に、どっかとコンタクトを落としたんでしょうね。チャネリングしてたんですけど、その時の相手がシリウスだったの。そう、珍しくね。チャネリングしたことない相手ではもちろんないんだけど、なんかそんなに日常的にシリウスとつながってるって感じじゃないんで、あ、珍しくシリウスだなぁなんて思って。で、そのシリウス、私はその時つながったシリウスのエネルギーは、なんかこう、シリウス人としてさ、とか、シリウスのエネルギー体、意識体っていう風に分離したことがない、すごくコアのね、なんか不思議な説明してたんだけど、シリウスをシリウスたらしめるエネルギーを放っているものですみたいな、まあ、あなた方には理解できませんがっていうね、まあ、常套句ですよね、高次元の。まあそんな感じで、実際ほら、なんかこうやって体が見えるわけでもないしさ、そう言われたからって、なんかさ、自分のこの3次元の制約があるさ、ビジョンっていうかさ、この視覚的なイメージのフィルターを通せないので、まあ、何とも言えなかったですけど、でもとても崇高なっていうか、気高いって言ったらいいかな。なんかそういった印象を抱いてね、その時コンタクトをしたんだけど、夏至ですよ、夏至。6月21日ですね。このタイミングで私がこのサポートをするので、まあ、イベントっていうかさ、セッションをしてくださいっていうようなことを、まあ、言われて、まあ、もともとなんか私もこう、大きくね、陽の極まりですよね。夏至の一日の中で一番日照時間が長くて、その陽の時間から今度はどん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 陰に入ってくるっていう、そのサイクルですよね。まあ、日本の古来の暦でもさ、そういったことがずっとこう古来からさ、受け継がれているわけですから、まあ、太陽信仰とか他の文化ね、とか文明でもそうですけど、まあ、その大きなポイントですよね。例えばこう、線路で行ったらさ、こうレバーをやってこう、大きくエネルギーじゃないや、路線音がね、変わっていく。エネルギーというと、ベクトルが変わっていくためって、陽から陰に変わってくるようなね、そういうタイミングなんですけど、で、なんかしたいなぁと思ってたんですけど、まあ、この通りぼーっとしてますから、普段。どうしようかなと思いながらさ、毎日さ、ちょっとずつさ、時間が過ぎていって、まあ、たまたまチャナリングした時、今、そうシリウスから手上がって、よし、じゃあやりましょうってことになって、今回もですね、Zoom を使って、オンラインでのイベントにしたいと思います。で、まあ、イベントっつうか、オンラインセッションっていうかね、まあ、そんな意味合いが強いかな。で、今、
エントリーサイト、エントリーページですよね。あれを、大至急作っております。いつも急いでるよね 準備が遅いからね。まあそんなわけで、そのサイトがね、でき次第、なる早で公開というかオープンしますので、その時点でエントリー受付にしたいと思います。でね、どういうことだったっけなと思って、あ、そう、そのね、そのシリウスのエネルギーか、に2回目、昨日改めてコンタクトしたんですよね。まあ、ちょっと別件があって、その1回目のコンタクトの時にちょっと理解が及ばなかった内容があって、それをもう一度深掘りしたいっていうメンバーがいたんで、ミーティング開いて、そのシリウスのエネルギーとつながった時に、便宜上ね、一応何て呼んだらいいんだみたいな。そのシリウスの意識って言ってもすごく漠然としてるし、もっとさ、これからイベントっていうかね、セッションをするにあたって、皆さんがそのシリウスのなんかどんな感じとかさ、こうその思い描く時にこう意識のピントが合いやすいようにね、何か名前を持ちませんかっていう提案をした時に、そしたらそのエネルギーはさ、音を持ちますねって言ったの。なんかすごく素敵じゃないですか。私はこういう名前を持ってますよって、私はこういう音を持ってます、まあ、響きを持っていますってことですね。で、いつも通りあれでして、初めましてのコンタクトをするときに、私がこう名前を、パパイイイとか言って探すようなね感じして、エネルギーをなんとなくこうライトランゲージから地球の音ですね、地球自体に存在している音に変えたので、発表します。エメスラルキーですね。エメスラルキー。ちょっと読みづらい、言いづらい、読みにくいけど、エメスラルキーという風に読んでください。で、私の印象はね、すごくすごくシャープで、すごく明晰、頭が切れるっていうか、頭が切れるって言い方も変ですけど、でね、すごく分かりやすいんですよ。メッセージがすごく具体的っていうか、やっぱさ、こう伝えてくる内容とか、その伝えてくる雰囲気、まあ私が受け取るフィーリングなんかもコネクトしてる相手によって全然違うんだけど、例えば宇宙とかね、次元を超えると全く違うね、様式じゃないけどスタイルが実はあるけれども、あなた方は例えば3次元で暮らしていて、肉体を持っていて地球にいるから、こういうふうなね、理解をすれば、実際のその本当の宇宙の状態とは違うけれども、より理解しやすいんじゃないですかみたいな感じで、すごくね、分かりやすく伝えてくれるんですよ。で、やっぱりその肉体を持って存在している私たちに寄り添った形で、こう、対話をしてくれる感じですよね。で、例えばそのこの時期ですよね、その陽が極まって陰に転じてくるってことは、やっぱりエネルギーがブーッとさ、こうマックスに向かってクレッシェンドしていくわけですから、結構いろんなことが強くね作用してくるっていうかさ、ドラマチックにこう起こりやすかったりね。あと変容、まあ今日食月食のそのサイクルですからね、そこで占星術的にも大きなエネルギーが動いてると思うんですけど、そういった時にこんな風に過ごされたらいかがですかみたいなことをね、提案してくれたりして、なんていうのかな、会ったこともないし 何とも言えない、非物質化してますからね、何とも捉えようのない存在なんだけど、すごく親近感もあるし、初めましてでもこう信頼が持てるような、なんかすごく、すっきりしたエネルギーでしたね。で、そうだね、じゃあ1個シェアしようかな。じゃあこの夏至までですね、どんな感じで、過ごしていく、まあ、自分のセルフケアですね、エネルギーが結構こう高まったり、変化が大きい時期、睡眠の質にこだわってくださいというふうに言われましたね。私、これ3日やって結構改善されたんですけど、ただ寝るっていうさ、睡眠じゃなくて、睡眠っていうのは、その自分の魂自体のクリアリングだったり、エネルギーチャージ、ね、自分のエネルギーですね、エネルギーとしての自分。と同時に、肉体や思考っていうものの、なんていうのかな、慣らすっていうか、沈めるっていうかさ、そのケアの時間でもあるから、ものすごくあなた方にとって睡眠って大事なんですよってことをね、改めて言われて、で、例えば寝る前の入眠儀式じゃないですけど、こんな風にやると自分はこう
ぐっすり寝れるかなとかさ、例えばその、普段締め付けてるなんかこう何とも言えないのからすごくちょっとこうリラックスするようなものを着るとか何でもいいんですけど、はい、例えば寝る前にさちょっとワインを一杯飲むのが自分にとってはとても心地いいって方だったらそれでもいいと思うし、スマホをねいつも寝る直前まで見てるけど30分ぐらい前にはもうそういった電磁波とかブルーライトを浴びないとかさ、いろんな方法があると思うんですけど、自分にとって睡眠の質を高めるっていうことにこだわってくださいって言われましたね。私は、何やったかな、そうちょっとねあのかけてる布団がさちょっと暑いな寝苦しいなと思いながら、でもまたほら雨降った寒いからってそのまんまにしてた布団をその日の気温に合わせて薄いのに変えたり、うん、っていうのを毎晩自分でどうしようかなっていうふうにしてやったのと、あとは石ですよね。結構いろんな石を持ってるんだけどその石をと一緒にお布団履いてます。あの好きなの石と一緒に寝るのが、うん、でさ寝返りのたびにゴロッとかするんだけどなんかねすごく安心感がね、で私がその持っては一緒に入る石って結構グラウンディングの力が強いからこう安心したり安定したりどっしりとしたねそういう穏やかな気持ちで寝れますね。なんかこうファーッとクリスタルみたいにファーッとこう高まっていくっていうよりはどっしりとした感じのね地のエネルギーが強い石を持って入ったりしましたね。すごく良かったですよ。なので皆さんもよかったらこれここからねその、夏至のね、タイミングまでしばらくこう睡眠の質にちょっとこだわってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じかな。またねインスタライブもやっていきたいと思います。あそこでねこう例えばさずっと遠隔ヒーリングをこう受けてくださって自分のセルフメンテナンスとしてこうね活用してくださった方とあそこで初めてさなんていうのか遠隔ヒーリングって対面セッションとかさオンラインのセッションじゃないから顔が見えないんですよね。だけどそこで初めてこうお顔を拝見したりとか、もしくはコメントでね実際こうさ会話をしたりとかすることができて私にとってはすごくあの嬉しい時間というか嬉しいあの場になってますね。であとは YouTube ではこうやってお伝えするっていうね言葉とかが多いんですけどインスタの方では例えば書き下ろしているものであるとか、まあ、文字からね受ける写真とかそのビジュアルから受け取るっていうそっちの良さもありますから、アカウントある方はぜひフォローしていただきたいですしなくてもねあのウェブサイトのさそう私のウェブサイトの右上の方に3つアイコンがあるのね。1個はツイッターで、1個はフェイスブック、違うな。1個はインスタで、わかんないけど、2つしかないのかな。1個はカーとか、わかんないけど、その3つのうちの1個を押すと、アカウントなくてもね、多分見れると思う。うん。ので、よかったら覗いてください。あと、引き続きツイッターは本当に私のしょうもないつぶやきでした。これぞツイッターだなっていうことしかやってませんけど、でも島で暮らしていて本当にああ綺麗だなとかグッとくるなと思った風景の写真をあげたりとかあとあれですねエネルギー注意報なんかそちらで出してます。はい、なんでリアルタイムのね私のこうつぶやきとか、うん、どうしようもない独り言みたいなのはあのツイッターの方が楽しいかなと思ってそっちで出してますのでよかったら見てみてください。じゃあそんな感じかな。最近ちょっとこういろいろセッションの種類っていうかさ増えてきてね例えば今度またパラスアテナのエネルギーで遠隔ヒーリングもあるでしょ。うん、だからこういろいろお知らせがねちょっと多いかなと思ってたんですけどなんか私的にはねいろんなタイプ例えばチャネリングとかさ遠隔ヒーリングとかそういったオンラインイベントとかねいろんな過去性とかさいろんなこう間口があってその時その時の自分の心に響くものをね選んでもらえたら嬉しいなと思っていろんな方法いろんなアプローチを私も提案していきたいなってそんな風に思っています。では最後まで見てくださってありがとうございました。